ハローエビマリー、ハウスゴーイン。どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信でございます。本日もこちら道頓堀一丁目にございます。マセムで4階6カフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田信でショー。この番組は吉本新喜劇に頑張っております。私森田信でショー、毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですね、パートナーの方をお迎えして、グローバルの情報から半径20センチ以内の小さな話題までを皆様にお届けするバラエティーとんだお時間となってございます。何の仕事もないのにこんなに声を枯らしまして申し訳ございません。多分交差やと思うんですけど、この腰の重みは、酒の飲みすぎやと自負しております。いや、控えなきゃ、本当にすいませんね。まあいろいろお話しすることもたくさんあるんでございますけれども、何よりもね、もう喋り足らなくなってしまわないように早いことをお呼びしたいと思います。年忘れゲストでございましてね、年末恒例でございます、中野由依子さんでございます。どうもあ、いいですよ。しなくていいですか。もう全然いいです。めちゃめちゃ流行ってるけど。流行ってますけどね。めちゃめちゃ流行ってるけど、はい、いや私も別にしなくてもいいんですけど、まあ、ねちょっとね、はい、もしかしたら発想出てまうかもしれない。まあまあいいでしょ、はい、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。なんかもう MC ハーマーみたいになって。誰が MC ハーマー。時代とだいぶ違うなもん。いやいやいや、ね、MC ハーマーみたいな。いやすいません、ちょっと金のパンツ履いてんのかな。いやいや、タオルにて。やってないです、やってないです。違うんですね。やってないです。はい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 。早いね。変わらないっすね。いや変わるよ、そらいろんなとこがもう。いやいやもうやらね。いやいや変わってない。いやいや変わりますよ、そら道具とかいろいろあるでしょやっぱり。いやまあそうありますよ、うん、当然なんかね、うん、やっぱこうあこんなことなんないと思うのは、うん、やはり自分も年を重ねてくるから、うん、いよいよいつかは自分にも来るんだろうなと思うんですけど、うんうんうん、その今年は喪中につき、うん、新年のご挨拶をねが異様に多くなった気が。めっちゃあるもちろんね、あのハガキがむちゃくちゃ多くなった気がして、うんうん、あれやばいっていうのをそのうち自分もこれを出さなくなる気が来るんだろうなって。いやもうほんでなんかそのこの年末とか結構なくなる方結構いるじゃないですか、はいはい、多いですね、めちゃくちゃ多いじゃないですか、はい、で、まあ、今日もね亡くなられた方とか見てたら、はいはいはい、結構60歳とかね、はいはい、ちょまあうわ結構60か、結構まあまあもうちょっとしたら、はいはいはい、ね、はい、いやーとこあるでしょ。そうなんか結構ねまだまだ自分の中では止まってるよ、はいはい、魂ずっと止まったまま18歳生きてますけど。18歳で止まってる。魂は18で止まってます。魂はね、魂でしょ。もう体はもうだいぶ来てますけど、魂だけは18でしょ。ミルク飲んだら成長するとまだ思ってます。まだミルクね、成長するまだミルクだ。18やから。あー、18、昭和の18。昭和の18は、令和の方はもう牛乳飲んでもそんな身長なんか伸びへん、プロテインとかそんなの。はいはい、なるほど。昭和やから。昭和の18は、また牛乳絞りたて飲んだらまた身長が伸びるっていう昭和の方です。あ、そちらでまだ思ってる、うん、思ってます。毎朝牛乳飲んで、まだ飲んでますね。飲んでる伸びる伸びると思ってる。まだなそうなない。まだそれ年はいってるけど、その魂だけはこう生かし、はい、なんていうかな。あ、分かります。ね、僕でも魂は、うん、その18とかで言ったらもうちょっと自分の中で、うん、何なんでしょうね、可能性がまあ、うん、絶大にあると思っちゃうから、うん、いやでもすごい見てましたよ、総選挙とか。いや前田あっちゃんとか。いやその前田あっちゃんとか、ね、前田あっちゃんとかやってないわ。してんの、アイドルなるんかな思って。アイドルかな思って。頑張るな思って。私のことは嫌いだと思う。新喜劇のことは嫌いじゃないから言うわ。そう今新喜劇のこと嫌いになってもいいけど、俺のこと嫌いになってらしくないわ。どっちか言ったらすごいなぁ思って。いやいやいや、よう見てくださって。見てるよ、なんでも私もう隅から隅まで細かすぎても。嬉しい。ジュジュやってましたよ。いや、ジャイゴがね、ジャイゴ。違う私違いますよ。違うか違うか。できんやんな。面白いわ。見てますよ。だね、僕結構チェックしますよ。ワールドカップも全部見たりね。ワールドカップ見てましたよ。何ですか、もうアルゼンチンに帰るメッシまで今日見てた。すごいな。アルゼンチンに帰って。ああ、確かにアルゼンチンに帰ってるっていうイメージはまあメッシないですもんね。うん、もうヨーロッパに。すごいね。もうぎゅうぎゅうやね。もう街中全員出てきてる思うわね。あれすごい。ほんで、はい、私すごいちょっと感動したのがアルゼンチン、ちょっとほんまあれですけど、はい、なんか警備とかないんだよね。警備。もうよなもうマジ衆が出てんねんけど、はい、別に日本やってさうるさいと思うわろ。だって前にどっかでね、なんかキムタクが来ただけでもすごかったでしょ。岐阜県にね。ハガキとか。はい。岐阜の人口上回るわ。誰も警備せん。すごいね。アルゼンチン。いや
いや、なんか感動しちゃった。もうなんか人間を信じてるか、はいはいはい、なんかね、仕事あるしとか分からへんけど、考えて韓国のあのイテウォンのあの事件って考えたら、すごいでしょ、この間あったとこでしょ。そうです、でもすごかった。人が集まるってことに関してはちょっと警備とか必要、今ね言うた時期的に、はい、ただ誰もせん、広いんちゃいます。いやもう広いけど、そんだけ上から見たけど、はい、上からのそのあれも、はい、こんなんやん、あんな韓国どころちゃうで、ものすごい、あれ200キロで無理やわ。すごい、1人が倒れた200キロらしいけど、あそのアルゼンチンに帰るメッシまで見てると思いませんでした。あれ見たわ、なんかちょっと感動しました。なんかその警備先行にもちょっと感動しちゃった。ああもうそういうなんか、いやなんかすごいでしょ、日本やったらうるさいね。いやうるさいです。もう今頃みんなも規制、はい、本人の声聞こえんぐらい、ね、もう全然、ほんで結局ちょっとやめますとかね、はいはい、短い距離にしましょうとかね、はいはい、そうでも森保監督はもうほんま多分ね、はい、ガラス張りからちょっと手振るとかね、そんなそれぐらいになると思う。そんな感じですごいなと思った。あの国ほんまもう全員がわーっとまで入れたから、はあ見てる、見てました、ワールドカップ、ワールドカップむちゃくちゃ見てるし、アルゼンチンの試合も見ましたもんね。もう朝4時から目を起きてごっと見てたよ私も。やっぱ日本、いやでもユニフォーム買いたかったもん。買ってへんのか。いや買ってへんけど結構調べてん、結構、はい、いや高いね、意外と高いんです、はい、下まで買うたのか思ってんけど、はいはい、1万6000円するね、はい、本物やったら、はい、ちょっと2000万円だったら3000円ぐらいねんけど、はい、その2000万も売り切れとったり、はい、ああいやだからみんな安くですね、せやねん、そのなんか見た目だけでも応援してるぞっていうね、まあ、なんとなくね、こうやっぱり、はい、ちょっと思ったやん、その試合目ぐらいいやクロアチアにはちょっとカットカットと思いましたね。ブラジルにこう電波にやられるにしても、もしね、まさかの PK や。だからその クロアチアがブラジルに勝ったんだから、すごいですね。ってなったらいいですもんね、はい、ってなったら日本もあ3位までいけた可能性あるんちゃうんと思っちゃうね。思いました思いました。多分今回は PK ばっかりでしたね、最後の最後 ね。だからやっぱほんま PK4 人ぐらいで守らせてほしいね、ゴールキーパーを。いやだから4年後4年後はルールもええじゃん、ルール変える。1人は広いわ。いや全然入らないんでそんな。いやまあせやでもそれに入るんちゃう、すごい人は。いや神がかってたら、まあでもここしかけんねん、上のここしかないですから。まあ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 せやけど、ね、でも4人で守るぐらいの広さあるやん。いやPK あのそこの、あんな距離感で4人おる。めっちゃ見てましたよ。いやなんか1人はいやそれで入れられるやつもすごいけど、まあまあでも入れられた方が1人責任しんどいわ、あれかわいそうやなと思ってその後、はいはい、悪ないですけど、はい、あれ1人でしょ4人でしょ、はい、あいつのせいやでちょっとできるでしょ、はいはいはい、気持ちの負担が、はい、一人大変やな。いやでもね、この僕はキーパーやったので、うん、やってた時はね、うん、思うんですけど、うん、PK で唯一ヒーローになれるんですよ、ゴールキーパーって。まあまあまあ、まあ、あの時もだって一人やもんね。一対一で、あれ止めた時のあの喜びをたるやものや。でクロアチアに結局負けてるじゃないですか、うんうんうん、日本 PK で、ね、うん、相手のキーパーむちゃくちゃすごいですよ。すごかった。でも一本目とか止めてんのに全然。何のこう、こんなんもせえへん。いやもう仲間すごかったじゃん。すごいと思う。こう、抑えて、抑えて言うて。あんた魂80ぐらいやわ。魂80。あんたできへん、うざっ。いや、そうそう。やめやめ、やってまう、人間。絶対やってまう。やってまう、人間。でももうあれ、魂が大人やね。魂が。でもしてない思うわ。ああもう一番腹立ったのが、うん、まあ腹立ったってほどでもないかもしれない。皆さんどれで見てあるかにもよると思う、はいはいはい、試合を、まあまあせねあれ、まあ中田さんのね、はい、アベマでね、アベマでは本田圭佑が解説とか実況してるじゃないですか、うん、もうアルゼンチン対ね、最後フランス、はいはいはい、ね、アルゼンチン先制したじゃないですか、うん、わあ喜んでるじゃないですか、うん、ほら別に喜んでたらいいじゃん、すごいですねでええのに、喜びすぎや、そこまで喜んで、喜そんな喜んであかんよとか何を言うてんねんこいつっていう。本田圭佑の解説面白かったですね。なんか自由ですね、自由、まあ、見ててましたね、時々見ましたけど、面白いなと。でもやっぱりなんか自分自己流ですよね、あの人も魂が若いんか年いってんか分かれへん、えらい落ち着いてるんだけど、なんかね、でも、うん、でも一番あの一番すごいのは何客席に中田さんがずっと映ってたのね、誰かちょっと絡んだれよっていうのもちょっと思いませんでした。そっとしてる。いやまあそっとした方がいいねかもしれないですけど、こう抜かれる時に、まあはいはい、ちょっとお前ちょっとおちょけなんかしたいかもしれないけど、いやしたいやろ、いや知らんで、なんか知らんけどそんななんかこう抜かれてるのにね、はいはい、なんかちょっとあの一本目であんな俺みんなガーッ言うた時にあんなコート着てなかなかね確かにあんな白熱する試合を、こんなもうそんなさ、なんぼあれで大人でもやっぱガーッなるわけでしょ、はい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 、
べてゴツゴツ見て腰張ったからね、確かにあそこの人かましやろな、高円宮の宮司さんでしたっけ、はいはいはい、女性の方来られてましたよ、あの人でもうわーいやなると思うわ皇室がうわーいやでもそれは許してあげてほしい、だってあの本人もすごいらしいですよねその一回も行ったことなくてもなるらしいね、あのわー日本ってなるとあそうですよね、うらしいですよ、もうだって別にそんなん歌いたくもないと思って来ててもおーおーおー日本で歌って見ながら日本でケイツさんはい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 って絶対言うてますもん、いやいやいや知らんでもやっぱそうなってまうんや思うわ、はい、私昔一回あのバレーボールの試合見に行ったことあるんですよ、はい、そんな私もバレーボールそこまで詳しくないんですよ、はい、ほんでもうやっぱ周りが日本日本って、はい、そんなもうもうそれをもうやらなあかんぐらいもうこれをもうとにかくやらなあかんこと頭いっぱいあったもん、はい、いや別にその試合よりチャ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 言うなやろやっぱないやろね、はい、あの日本人なんかなこうなんかそういう集団のね、はあ、そう集団さえみんななんかそう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 いう集団意識が、ね、そうだからあれすごいなるんやと思う、そう考えたらアルゼンチン対フランスとかで、うん、そのそういうテンポに乗った応援をしてるところなんてなかったですもんね、すごいですなかったですね、そうなんかそのブブゼラもそんなになってはなかった、うんうんうん、禁止されてもわかんないですけど、うん、ただ裸になってしょうさん裸じゃなんでしょうもう気持ち、はい、分かりやすいけど応援してもたんやんって分かりやすいけど、いやもうそれは NHKとかあの映画映ってないですけど、うん、もう父ほっぽりしてるやつとか絶対いたと思う、でもいたらしいですよね、いやいてるじゃん、メッシって書いてこうやってメッシメッシって、まあまあまあ素直やけどねそらなると思うわ、うわーって一番思うのはスタジアムでむちゃくちゃ見てんのに、うん、がっついそんなでかい布のどこにあんねんっていうやつぶわー広げられません、 あれ下目じゃないですか、わかるわかる、ね、でもまた一番すごいな思うのが日本の人ってでもみんなあのカタールってまあまあ遠いじゃないですか、はい、そんなのもうなんかしょうね、はい、若殿様のメイクとか、はいはい、全部持っていってちゃう、あれ日本から、はい、そうですよ、あれすごいね、あれでも税関も止めへんねんねいや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 、そう降りてきた時にそうではない、冷静に考えたらコーナーはいはいあるやん、君どこに行くのと、そう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 、はい、だってやっぱり絶対おかしいでしょ、まあ、ただ試合に行くとはいえ、はい、こんなちょんまげ言ってそうです、あれ一歩間違おうたら違うじゃないですか、違いやいや、そりゃそう、そりゃそうですよ、みんなごつごつあるから、はい、サムライジャパンやよ、そう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 でもね、もしかしたら違うじゃね、違うあれかもしれないでしょ、行ってもてるかもしれないでしょ、それはね、結構みんな通れてるんやな思って、あいや、まあでもそれはカタールがまあまあまあね、こんだけ人来ることないんじゃないですか、まあ普段はね、観光地どうのこうのというよりもあえて人が来て盛り上がれてる、なんかね、石油王国だから、うんうんうん、ほっといても金のある国ですけど、放映権が過去最高額でね、でしょで、ビールもむちゃくちゃ高かったんでしょ、高い、ね、よーし、よーし、知ってますよ、飲みませんけど、もっと見てるから、私も、すみません、むちゃくちゃ見てるから、だって一番、だってもう今回、一番思いましたけど、はい、なんやろな、まあ、いろんなかっこいい選手もいっぱいいますけど、はい、一番でも、あの目が綺麗、まあ、目がすごい澄んではる人はドイツの監督でしょ。はいはい知らんけど知らんねん、でも、はい、もうすぐ多分この人ものすごく綺麗な生き方、なんとなくね、はい、綺麗な生き方してるんちゃうかなって、いろんな人もいる、はい、みんなかっこいいとかいろいろあるけど、はいはいはい、ドイツの監督ってものすごく綺麗な寸断面をしてたんですよ、私それだけね、ものすごいあんまり話は少ないんですけど、はいはい、私の中で一番ね綺麗な目をしてた、もうほんまだくすんでないんですよ、はい、やらしさ大人だったらちょっとや、はい、なんかなんで、ね、はい、出てきますよ、あるじゃないですか、やらしい、なんで、いや、そんな目で見てない。ドイツの監督を。いや、まあ、そなんかね、あの人の目だけはね、ちょっと見てほしいです、ね。改めてちょっと見返してみます。見てください。もう目がほんと綺麗。ハイライトでゴールシーンとかよりも何よりも、ドイツの監督のシーンを。ほんまに。ちょっと。もう全然悪いもん見てない。ほんまに綺麗。先週と出会ってきてるんですね、悪いものを見んと、今だからその普通やったらベストプレーとか、うん、なんかいろいろこうチームプレーとかいろいろこう見るじゃないですか、はいはい、審判のこことのこの監督の目、そんなドイツの監督しか、いや分かってますよ、よく見てきたけどドイツの監督はね、もうかっこいい、目が綺麗ね、4年前はドイツの監督もちろん男前で草刈りも、うん、草刈りも綺麗な顔してはる、はい、あもうその人だけをむちゃくちゃ映ってたぐらい綺麗な顔してる、はい、すごいかっこいいな、かっこいいな、もう認めます、ただ私がそのかっこいいより目がもうほんまそこやね、目見て、目が綺麗、いや大人の目意外と見てくださいよ、意外とやっぱりね嫌なもん見たりいろいろしてますから、子供の目と違って、でもドイツの監督ほんとね、かっこいいですよ、進んでるんですよ、じゃあ逆に言うとドイツが負けた時の
その監督のあの目とかも見てられなかったじゃないですか。もうでも綺麗からもうずっと何て言うんですかね、もう何やろ、負け殺しの目には負けてるけど、何ですかね、その何て言うかな、勝ったみたいに見えてるんちゃう、あの綺麗な目はおかしい、負けてるけど勝ったみたいな、ずっと今もうちょっと頑張ろうみたいな、いやもうすごい綺麗だから4年後このコリントの4年後、はい、今度アメリカかどっかであるじゃないですか、はいはい、あれがやっぱ一番やっぱそのドイツの監督の目がやっぱりくすんでないでほしい、この4年後に4年後ちょっと綺麗くでおってほしいなっていうのが、その子と合わせを含めて4年後まで来てください。いやもうほんま、ほんまね、あれはもうくすんでやるでしょうね。いや見てない、そこ、まあ、悔しそうやなとかはありますよ、まあ、それは分かりますよ、ただ目がすごい気になったんで、ね、いやもうだって国変えられんぐらいの恥でしょ、だってドイツが、でもドイツが2大会連続でその決勝トーナメント行けなかったんで、決勝トーナメント決勝トーナメント ね、はい、だからそこはだいぶでかかったと思いますけど、やっぱ国同士の戦いであんな そんな中でもね、手を緩めずなんかもう北朝鮮はミサイル飛ばしてきてね、何をしてんねんと、前回大会で北朝鮮出てたんじゃないですかね、あ出てたかも、はい、チョンテセがね、そうですね、はい、今回あれでしたもんね、まあまあもう4年後ですよ、でも両冷戦に考えて4年後50代だって、いやそうですよ、っびっくりしましたよね、ほんまっすね、いやいや本当にだから先週監督だって私思いました、あの位置でだって監督の位置でちょっと自分で思いましたよ、年齢的には ね思いました、はい、でもだからね、いろんな気持ちになりません、昔と違って、はい、だからなんていうか昔はもう選手側やったんでしょうね、はい、だからなんかもう泣く率が高なりません、はい、だから森保監督から見たみんなとかね、はいはい、こっちサイド、はい、だから、ね、気になるのがドイツの監督とか、だから監督を見てるんですよ、はい、私結構ねあの普通の人は見ないと思います、ドイツの監督の映像は、ただ、はい、だからその年齢がいったことによってその見え方が選手だけじゃなくて、はい、この森保監督がこのなんか叩かれてね、はい、ここまで来て、そうですよ、その苦しいその気持ちが、はい、なんやろな、分かる年に、あ分かります、だから近い、一番近い誰や言うたら、はい、森保監督、いやそうですよね、確かに選手よりか、もう選手全然分からへん、若すぎて、久保君と多分話一切ええと思う、いやそこはうまいことできるから、21歳から歌とかも全然分からへんと思うけど、21歳の子の歌、ただやっぱそう思うから、だから見方がちょっと変わってきましたね、ああそれは思った、いやいや、そういう見方が変わってきたというか、見方が変ですよ、でもそうかな、いや監督の目が一番印象、いやもうそれ一番気になるね、山で印象的だっていうのはなかなかおられないと思うんですけど、あでも誰かおるじゃん、世の中で言うたわ、統一教会住んではるわって言いました多分1億でもよったら多分誰かおると思う、なんかでも今回のその大会では前回とかはすごいイケメン追いがすごかったんですよ、あまあ過去していっぱいいっぱい出ますよね、でも今年はなんか今回はね、なんかあんまりこう海外的な選手でこう、イケメンっていうのは日本の選手があまりにもイケメンすぎてね、南野とかね、三笘とかね、みんなちょっとアイドル、ジャニーズみたいな、いね、ね、あれは綺麗な、やっぱもう思いましたね、やっぱりなんか野球とちゃいますね、ガタイですかあれ、ガタイと着るもん、また怒られる、まあ、怒られないけど、いやいやいや、違う、野球ファンですよ、野球が好きやから、はいはい、確かに野球選手にあんな顔立ちあんまりいない、そうそう、村上さんなんか22でめちゃくちゃ若いで、ね、はいはい、久保君ぐらいの位置やけど、はい、なんかものすごくこう、あ確かに、なんて言うんですかね、やっぱガタイかなと。はいはいはい、みんな細くてちょっと茶髪とかやからやめ、ちょっとね、はいはいはい、おしゃれになるんかなと、野球選手ちょっとなんかあるじゃないですか、スーツもちょっともう時間来てますよみたいな、はいはいはい、ちょっとなんかやっぱガタイかなと分かんないですけど、はい、今まあ野球選手もだいぶ変わってきてますけど、何でしょうね、確かにそう、まあうーん、もう、まあ、スキルといえば、うんうんうん、スポーツといえば、うん、その上半身が大事やから、うんうん、まあ、下半身も当然そうですけど、うん、でもだからそう考えてサッカーはやっぱ下半身はめっちゃでかい、上半身がそこまででかい人は見てない、みんな細いでしょ、はい、ガリガリでしょ、体脂肪で、はい、で、うん、腹出てたら絶対できないスポーツですから、ね、だからあれなんでしょうね、筋性の取れたそのなんでしょう、一番無駄のない体、ね、体を作ってるから、うん、だからやっぱりちょっとおしゃれっぽくなるんでしょうね、きっとね、もうなんかあって興奮した時にすぐ脱がなあかんから、うわー言うて、ブラボー言うてね、まあ、もうお腹でっぽりでわーってなんでってなれるでしょ、まあ、確かに、はあ、だからやっぱり全然違うなと思って、年齢が同じくらいでもやっぱりサッカーでちょっとなんかおしゃれですね、いやさ、まあまあそう、実際服装と見たらどうかわかんないですけど、なんか、かっこよく、そのあの体型はやっぱかっこよく見えますね、はあ、やっぱね、それ思います、
ますね。誰が一番とかいうネタもドイツの監督しか言ってないですか、その、まあ、選手として目だけでもドイツの監督担当選手でしょ。選手はでももうみんなすごい。でもなんか私もいろんなドキュメンタリー見たらそのジョーとか絡むと浅野くんとかがやっぱりごついね、はいはい、5年前のその苦しいのとか見たから、はい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 、やっぱりそれとか、あとやっぱり森保監督のドキュメンタリーも見たから、自分も森保監督結構ね、森保監督すごいな、結構入ってしまいました。すごい。そので浅野くんもその4年前の苦しで、はいはいはい、かわいその、はい、なんですかね、選ばれへんくて、はいはい、ね、勝ってるけど、はい、おめでとう言いつつなんかちょっと喜ばれへん自分があったりとか、はいはい、そんなんがあるっていうのを見てて、でいつか言うてゴール決めた時に、すべて4年のこの苦しいものが全部消えたっていうのを聞いて、なんかこう、だからそのドキュメンタリー見た方変わってくるんですよ。なるほど。そう、なんかいろんな。なんかあのジャガーポーズも時折うっとうしく見るシーンあっても、うん、あの時はもう全員がやってたぐらい、ぐいぐい大きも多分やってたと思うんですけど。やってると思いますけど。いや、でもだからその、ね、森保監督もね、その前のその昔のなんドーハ、彼から見てるんですよ、ドーハのそのドキュメンタリーから、はいはい、ほなもう一番近かったね、はい、の入ったゴール一番近くで悔しい思いをずっとしてて、そうでまたいや、あの監督すごいですよね、全員に声かけてね、はい、で久保君なんであの熱出て調子悪くて映るかもしれんとこに前の日ピンポンって言ってるんですよね。あ、そうなん。いや僕映ったら困りますからやめてくださいの中入るわ言って中まで入ってきて映るの覚悟で言ってる。そんな監督います。いやてかそもそもなんでそんなん知ってるの。いやむちゃくちゃ読んだもん、いろんなスポーツ新聞とかうわ読んだわ。気になって森保監督の行動が。サッカー好きは知らんかったっす、ね、いやサッカーというかスポーツ好きです私やっぱり。あ、そうですか。スポーツはもう全体的に好きです。やっぱりそのなんか物語があるじゃないですか。あ、もう泣いてる。泣いてる。結構もう目がねもう目がもう弱っとうからね。なんだよ。でもね弱っとうから弱っとう、ね、出てくるんだよ。にじみ出てくる。にじみ出てくるんだよ。寒い時とかね。老眼は来てます。老眼まだ大丈夫なんですよ。あ、すごい、ま、だ羨ましい。でも見来てます。もうエラキーですわ。それ大変。周りがもうみんな全然見えるな。全然見えるって。もう大変ですよ。大体よとはもう白髪の話ね、はいはい、白髪でぶどう大将何がええかつけど目に言って、はいはいはい、でちょっともう全然見えへんよって、はい、それ大丈夫ですか。そうでもなんかそのね花粉かなんかでちょっとおかしい時に、はい、普通にちょっと花粉かなんかで行ったんですよ、はい、その耳鼻咽喉科に、はい、ほんなら全然年齢言うただけで普通に老眼検査しましょう言われて、私ここまで行っとんのにもう勝手に老眼検査加えられて。耳鼻咽喉科で目までやりよるんですか。あ、目か目者か眼科に行って行ってここのあれで行ったらこれもやりましょう言うて、はいはい、全然言うてんけど、はい、なんか車みたいなのがストップかなんか言わなあかんの、はい、なんか分かるストップ言うてまだ行き大丈夫って言われましたけど、もう勝手にプランつけられてましたもん。あ、もうもう年齢書いただけでシミュレーションができる。怖いっすね。いやいや年齢でね。だからなんか目にくいとか目がしょぼしょぼするとかっていう症状がもう老眼というね、うん、結果の方が一番結びつきやすいっていうジャッジなんじゃないですか先生。でもただすっごい風寒かった涙出てくるよ。もうああれすごいよ。もう風ぶわ冷たぶわぶわもう私何個聞いてないねん。何個聞いても分かるよあれほんま。涙出てくる。この壁に耐えられへんねん。あの寒さにぶわー言うて。あれはもう勝手に出てくるようになってきた。はぁ面白い。相変わらずでございます。ちょっと私のこの思考力が追いつかない。いやいやいや、もう私もだいぶもうこんなんですよ、もうほとんど。いやいや、素晴らしい。いやいや、そんなことないですよ。ちょっとあの、呼んでいただきたい。あ、もう忘れてましたね。そうでした、そうでした、そうでした、買ったまってこと。私の。はいはいはい、どうしました、どうしました。どうしました、どうしました。はい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 。サンプタクシーグループですね。何やったっけな。これ。この番組の提供はただいま、乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ。ありがとうございます。ね、もう言うても、うん、皆さんからしたら、ね、ブブやね。ブブです。まああまり用事はないかもしれませんが、ゴータクシー。はい、ゴータクシー。あ、使ってます？使ってるよ。安なるやん。いや、そうです。なんか友達紹介したらまた安なるやん。安なるさん、この間も後輩とね、うん、まあ忘年会みたいになってて、こ、う、れ、んうん、もうただ俺はもういくら紹介しても安くならない。だから自分で待ってても安くならないから。うん、もうやってやん運転手ゴータクシー。いや僕だから二週目で取りまして。ゴータクシーの人？ゴータクシーの人。いや、どうするね。ゴータクシー。ゴータクシー。そうです、二種免許取りました。すごいよ。もういつでもできるのちゃう。いつでもできますね。ええー、よ、ね、たまにやってますね。
ええやん。もうなんやった5で書いたら何個でもできるじゃん、あんなもん。いやいや、まあ、いやだから一応でもその、うん、一応タクシー会社に1個所属しないといけない。個人でいけるんでしょあれ。いやでも個人は10年以上やるなんて話です。結構厳しいやん。それでもその10年以上の実績もいろいろあって、個人は結構リスク高いらしいです。産後タクシーから行ったやん。産後タクシーにお金出してまで2種免許取りに行った。すごーい、もう運転手さんやん。いやだからそうです、タクシー振ってできますね。ええやん。でもね、なんか困った時は。そうです、そうです。もうだからこれ手に職です、1個。まあでも職職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 。いやこれがほんまね、何もか分からんしな。だからまあまあちょっとだからそのほんまに体調のいい時でないと4運転しないですよね、うん、余計に車は、まあ、その普通に自分でバーってどっか行くとかに運転はするのはいいですけど、仕事がそれになっちゃうと、いやもう人の命預かってて、これなんかここ取ったやつとかバーンとかは、人殺してもたらね、自分はもうしゃあないけど、このバーンはしゃあないけど、相手はね、さすがに。だからちょっとね、一瞬やっぱちょっとこう、ああ明日行こうかな、どうしようかなと思うんですけど、まあちょっと酒飲んでもうて、まあそれあかんわ。ほなね、ちょっとやっぱり常そういうのを警戒したりとか、まあまあしてた方がいいでしょ、怖いからね。あかんっていう時に、まあ考えたら、あ今日はやめとこう、明日やめとこうとかなっちゃうから、なかなか行けないんですけど、はい。でもまあ、いやバイト行くような感覚で行かせていただけるので、私なんかは。はい。だからもしね、二種免許取りたい。でね、二種免許ももしこの産後タクシーさんはまだ大阪市内はあれ、はいはいはい、ね、産後タクシーさんでございますけど、まあ何年かがやっていただいたら、その後もし地元に帰ってね、代行の会社開くとか、二種免許いりますからね。夢が広がりますね。そうなんですよ。ええやん、この大晦日にね、はい、もう仕事なくならどうしようかと、産後タクシーやみたいなね。そうです。もう車を行かしてもらった言うて。いい人いい人、いい人です本当に。なのでぜひともお嬢ご連絡ください。ほんまにね、これは20-30万かかりますから。それは一種免許取んのも高いもんね。大変でございますよ。高いですから。いや取らしてください。はい、よかった。はい、そうです、取らしていただきました。もういいやん、はい、困った時は。そうです、困った時はねえ、はい、だって運転手なんだよね。あとだからすごい長ゼリとか覚える時とかに一人の時間欲しいなってあるじゃないですか、うん、もう一番いいんですよ。この講談も始めましたね。はい、その講談セリフ覚える時にやっぱこう車バー運転しながらずっと喋ってて、お客さん乗って言うてしまいそうになるんですけど、そこは自分勝手なタクシーやな。いやいや、そうですよ。まあでも自分でね、その人をこう手挙げる人を探してるだけじゃないですか。うんうんうん、その間ずっとセリフ覚えられる。まあでもいいね、ちょっと両方使えますもんね、はい、個人の部屋としてもね。はい、なのでこれを見てはるね、役者さんとか一番いい。あ、もうめっちゃいいやん、はい、役者さんもだってね、はい、どっか行ってずっとセリフ覚えてるぐらいやったら、そら運転しながらお客さん乗せてね、そ下ろして次のお客さん乗ってくるまでの間セリフ覚えるとか、そらすや、むちゃくちゃいいと思いますので。めちゃめちゃいいよ、そら上手やりたいよ。でもね、はい、おなんか人気もないじゃん。あ、そう今劇団さんも大変やから、はい、にも言うても取り合いやしね。ユニラの豊かんで、ね、ほんまにそうですよ。やったほうがや、はい、やった、ありがとうございます、ね、やったほうがいいよ、やったほうがいいよ。誰に言ってんやろ、ほんま知らんけど。続きまして、はいはいはい、すごいです。はい、何やったっけな、すごいです。ね、生命保険と個人の自動車保険ならアクサの杉ちゃん、はい、個人法人問わず医療保険からがん保険、積み立ての保険まで何でも杉ちゃんにご相談ください。Facebook で杉原浩二で調べてメッセージをください。はい、あ、そこまで大丈夫です。あ、大丈夫ですかね。LINE、はい、杉ちゃんね。QR コードで。ね、覚えやすいですもんね、はい、杉ちゃん。こちらはプレゼントでございます。ありがとうございます。はい、もうね、ずいぶん。どうもたまった。これ何くれんの ?10 本くらいたまったけど。いやいやいや。いや、もう捨てて。やかさはこれええわ。なんで全然水はじけへん。はじかへんやろ、そら。そらはじかへんやろ。タオルやから。びっくりするぐらい。いやいや、ちゃうけど。いやいや、全然。あるある。あります、確かにそういうやつ。まあまあね、はい、あの漏れなくこちらタオルプレゼントになります。これ首こうね、はい、こうしてこう、いやいや、それ何回こうできるしね、首ストレッチね、ストレッチちょうどええ長さ、ちょうどええ長さ、はい、そのストレートね、ここボイスとこうやるやつ、ね、そうそう、ほんでもうなんかね、こう困った時こうこうしたりとかね、はい、いやいや、なんか困った、はい、緊急事態とか、緊急事態、はい、あるあるある、緊急事態あるよ。そのお風呂入りすぎてちょっとふわーって倒れたりね、その時いいよね、一番大きさとしてはね、あ、最高、もうちょい隠さなかった、もう最高、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 最高です、最高。あのせい、あ、もう一回、ごめんなさいね、ごめんなさいね、杉ちゃん、ほんと申し訳ない。ね、あの、もしね、自分入ってる保険の、うん、どんなんやったかなって分からなくなってしまった方、ご安心ください、杉ちゃんに相談していただきましたら、うん、全部調べてもらいますから、あ、もうそれ
一番いいね、はい、自動車保険は毎年変えた方が、うん、別の会社変えた方がね、うん、安くつきますんで、それも杉ちゃんにご相談ください、うん、ご相談していただいた方には漏れなくこちらのタオル、うん、ええー、やん、そんないっぱいしてね、はい、困ってんねんとかね、はい、近所の空き家困ってんねんとか、杉ちゃんタオルくれんねんとか、ええやん、住宅はどうなんやろ、あの火災保険はないかもしれないですけどね、まあまあまあね、はいはい、いろんな困った保険ね、はい、困った保険、はいはいはい、あとここで何でしょうか、はい、ご自宅など空いている土地はありませんか、はい、ええー、やんこれ、津田建設が全てお手伝いさせていただきますので、またぜひぜひお問い合わせください。自宅なので空いてる土地ありましたね、ほったらかししてると、あるあるある、危ない、もうこんなになってるもんな、ありますね、あるわ、あもう早う潰さな、うん、ってあるじゃないですか、で今なんかその住宅補助とかで、うん、まあ年間まあどれだけあるのか分かんないですけど、うん、申請したら、うん、家をまあどうですか、買っても、うん、土地買っても家ついてるやつありますよ、その家があまり古い場合、うん、それを買い足すのお金いるじゃないですか、うん、それ大阪市とかね、府、うん、とか出してくれたりするんです、めっちゃええやん、はい、大阪、多分その代わり住宅を建てないといけないかもしれませんけど、うん、もしね空いてる土地とかあって、そういうような状況の方がおられたらですね、うん、まあ、とりあえずあの収益に上がる物件にしてみてね、うん、コインパーキングとか、うん、かけまくろう、もういっぱいあるからね、どうなんかあるもん、でもこんな子、はい、もうあと震度2であかんねんぐらいの、はい、いやいや、あるあるある、はいはいはい、目の前に大きいダンプが走っただけでもあかんちゃうぐらいの、危ない危ない、あるね、ああぐらいのところギリギリ立ってるよね、いや横の家あるからなんとか立ってるだけで、いやあれはでもどうしようもない、隣怖いよね、あ震度1でガー来るやん、はい、怖いね、なのでぜひぜひ、あのぜひぜひやね、ほんま気軽にご相談ください、3つ目でございますからね、なおこの、あ、大丈夫です、待ってください、なおこの番組はですね、この番組まだ並びにこの後も出ていただきますけども、森田の申し上げ、お前神様ではですね、スポンサーさんを募集しておりますので、何でも結構でございます、お気軽にこちらの方までお寄せくださいと、お願いします、もうね、あの作家さんも中野良い子さんってなった瞬間に、まあ手を抜いてあるわけじゃないと思いますよ、大体なんかいろいろこうご本人のこといろいろ調べてこう上げてくれるんですけど、うん、毎年これ中の良い子の1年間を振り返るんでございます、ありがとうございます、振り返るわ振り返るわ、はい、でも振り返る前に M1 見てあったんでしょ、見た、これをちょっと良い子さんと話した、あ、見たいね、見た見た見た、はいはい、あれは見てまうわ、はい、なるほど、でももう決勝はもう3組とも、はい、まあね、でも、はい、順番すごいね、ヤガウエストランドは順番すごい、順番ですよね、あれは、うん、だってまあケツで出て、うん、一番最後で出てコマーシャルを開けてすぐやったよね、はい、一番最後で出て、まあ、3位に入れて、うん、で次は一番最初に出てくる、そしたらその全く同じネタだからって言って、まあ同じネタですけど、だからもう、初めの前振りがいらないわけですよ、まだ気に入ったー言う続きですもんね、はいはいはい、ちょっとああ一瞬でっていう、ね、だからあれは、はい、順番ってすごいと思う、まあまあ分かんないでしょ、だからかというてその別に3番バッターでもよかったのか分かんないですけど、はいはいはい、まあまあ今も毒なんか嫌なしんどい時代なんで、はいはい、なんだもううるさいでしょ、はいはい、なんやもうかんやうるさいから、はいはい、まあ、それから思うとやっぱりなんかね、なんか毒というかは気持ちいいのは、はい、私も気持ちいいのは気持ちいいなと思いますけど、はいはいはい、なんか今なんかねものすごくこうなんか、はい、オブラートに包んで包んでも何でもでしょう、学校でも何でもそうですけど、はいはい、ね、あかんとかこう糸つけたりあかんとか、もう今そんな感じじゃないですか、はい、なんでもみんなすごいんだよみたいな、はい、みんなすごいわけあるわけないわけみたいなあんなもんね、はい、お前はええけどお前アホやいう感じじゃないですか、はい、だって双子とかおっても一人は賢いけどこいつはもう一人アホやんけっていうことあるじゃないですか、でもいや双子ほんと二人とも賢くてねって言わなあかんじゃないですか今ね、まあまあそうですね、それなんかそういう感じの時代でしょ、はいはいはい、言うたら、はい、まあ、もうそういう意味ではね、もうなんかうるさいネットとか、まあ、うるさいからあれなんですけど、気持ちいいのは、はい、ほんまみんなそんな風には多分思ってるから、はい、それはほんま多分難しいと思いますけど、はい、今の時代多分何回言うたらわー言われるけど、はい、でもなんかその回ってるね、はい、言うたら昔2ビートさんもうね、はい、すごいまあ、大ブームでぐわっと毒吐かれて、でその時またぐわーってなって、それからだいぶまたあれで、でまた私たちはあれやった時代やった竹山さん、はいはいはい、まあ、カンニングさんで2人やったけど1人になりはって、はい、だからちょっとね、はい、毒つきはって、でももう毒今吐けなくなってるのが出てきて、はいはいはい、コメンテーターになんてありますけどまだねそこまで辛口ってわけじゃないですもんね、うん、はい、でも毒でだからやっぱり結局、みんなはこう回る、はいはい、回る時代は回る、やっぱり結局なんか回るかなってちょっと服でもせやけど、やっぱ結局やっぱりお笑いもそうむちゃくちゃあるけど、やっぱ結局何パターンでこうね、
戻ってくる。待ってるんかも。そうですよね。だから本当に今もしくはまた独立で、また今度もまたね、令和生まれの2歳か3歳の子が今度また十何年後に、またこう、つどばはぐ子がまた多分、なんかこう、だからなんか、服と一緒で、まあ、なんかね、わかんないですけどね。はいはいはい、なんか、そんな気にしません？どう思いました？いや、知らんけど。知らん。いや、でも僕は、ウエストランドは、ほんまに笑ってまいりました。うん、で、気持ちよかったというか、やっぱみんなが表でよう言わんことを。まあまあね。で、あんなシステムというか、うん、ツッコミは違います、まあね、違いますしか言ってない、まあ、ツッコミで、まあ、今までやったツッコミがドブでしょ、はい、それがないかったですもんね。そうなんですよ、ツッコミが持っていくワードはほぼなくて、ただ違いますしか言ってなくて確かに優しいぐらい、優しいぐらいですもんね、はい、はい、あのね、なんかまあこんなん言ったんですけど、最後ね、うん、優勝してからのコメント、うん、コンビでのお仕事がほぼなく、うん、相方ばっかりの仕事で、僕はあまり呼ばれなかった、これからね、コンビでの仕事でいう、もう、まあ、リアルな切実なね、お言葉でしたけど、いや違いますと誰だって言ってなってまう気はしなくもないけど、やっぱあの世界観で風、まあなんか雰囲気というか、うん、強いですもんね、ここはね、はい、ある意味強いですよね、はい、うん、でも2人ともが異様に可愛く見えたコンビやったんかなと思ってしました。ああやってて、ああ見えて、あでも可愛くないと多分どこ履けないでしょう。まあまあそうかもしれない、絶対可愛さがないと、肉だらしいだけでどこ履くと絶対嫌われるじゃないですか、まあですね、絶対可愛い、たけしさんでもそうですけど、はい、そう失礼ですけど、やっぱりあるじゃないですか、なんかチャーミングというか、はいはい、やっぱりあるじゃないですか、絶対に可愛らしい、もう絶対可愛いないと、はい、あれただの悪口でしょ、はいはいはい、やっぱり可愛いから許される、はい、ねえ、めっちゃ大事です、絶対大事や思いますけどね、はい、だからこそなんかあるずっと悪かったら、はい、ほんま ずっと悪いかったら無理でしょ、なぜシャックって分からへんけど、その分からへんけど、どっかのこうね、ヤンキーが、はいはいはい、お前おらへん、これ言うて、はい、あれ4分見ろ言うたら見られへん、見られへん、見られへん、4分見られへん、悪い子やから見てられへん、怖いないからね、でもそこちゃうかなと思いますね、でもまた増えるんじゃう、またもう毒むちゃくちゃ吐くコーラが、これからね、むちゃくちゃ吐くと思うわ、これからもう、ウエストランドに従えて、みんな NSC 来る子もみんなプップ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 プにそれした子でしょうね。あ、なるほど、今やったらその多分無理かから、多分絶対十何年後に、はい、だから今10歳ぐらいの子やわが次十何年の20歳ぐらいでやったらどこ入りたいね、まあまあまあ、絶対ごく見てますからね、そういうのばっかり見る子はいてますから、今ちゃうと思うけど、でも増えると思いますけどね、まあ、私そういう傾向と対策じゃないですけど、やっぱそういう絶対そっちが増えたらガー増えるじゃないですか、ありますあります、だから多分 NAC とかこの子みんなやっぱりグッズ悪いのがグッズ増えてくるじゃないですか、はいはい、笑い飯さんが優勝されたとか、あの辺にバーで出会った時、2003年、うんうんうん、もうやっぱ NAC はもうその笑い飯スタイルが、うん、もうダブルボケみたいなスタイルばっかりになってしまってたりとかいうのがあったりとかするのでね、やっぱ誰かがああいう風になると次の時代、よっしゃ俺もどこ履こうぜ、なる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 んだ、難しいねな、絶対1番目で2番目の真似した人って絶対無理なんですよね、ほんまにこれ悲しいかな、はいはいはい、絶対1番目には語れへんのでね、はい、それとちゃうことするか、もうあと十何年後まで待った方がなんかね、はいはいはい、絶対同じ真似して、はい、うまくいかへんでしょ、何でもそうですけど、はい、昨日親指牛太郎とおったんですけど、あ、はいはいはい、で、まあ、今ね、お母ちゃんの店手伝いながら自分の店やってるんですよ、はい、で、いろいろ話で M1 の話になった時に、いや僕ちょっとでもこの料理やってよかったなと思いました、あんなさやかの新山君とあの2人の、まあ、新山君だね、その、うん、が前まではボケやったのにツッコミに入りながらボケていくっていう、ほんまのガチガチのしゃべくりで、あの可能性を見せられたら、いや漫才ってこんだけできるんやっていうのをまた改めて教えられて、いや俺これやっててよかったですわって、生徒家でしたもんね、めちゃくちゃね、はい、マイク一本でね、はい、すごい生徒家、ほんまにだからなんかガチガチでしゃべくりやったじゃないですか、さやかは、でその辺はね、そのまあロングダイとか設定が入ってちょっとコントになってるからあれですけど、何がまあまあロングダイが結局3
決勝の決勝で誰も票が入らへんかったのはこれはしゃあないかなというのがあったんですけど、やっぱりさやかに1票入ってるっていうのは大きいなという、はい、ただこんなにボロ負けなんねやと、なんか接戦なんのかなって思いましたけど、全部ウエストランドでしたなと。でもこの審査員の志らくさんがあなたたちはスターになるっていうね、だから毒が久々に来たってことちゃいます。あ、まあ、そこが一番大きいんですけどね。任しときゃ何でも言ってくれるそうやから。やっぱりなかったじゃないですか今までちょっとやっぱりコントに入るとか傷つけへんように、傷つけへん、なんかもう世の中もなんか傷なんかあるじゃないですか、こう生きにくいとかいうか、なんかそれがちょっとあれなんでしょうね、そこのギリギリテレビって多分ギリギリのとこで言わない、余計ややこしいから、それがねやってくれたからすごいね。個人的にはどこをしてたとかあるんですか。いや今回分かれへんかったですね。あ、思いますか。なんかでもなんかその芸歴だけでは結構長いじゃないですか、はい、井口くんとこのあそこは結構もう一番39か、はい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 、今日だから多分年齢的にはやってるのが長いんで、はいはいはい、私も難しい、でもなんか難しいですよね、なんかちょっとそういう目なんかそのそれを見たらあかんねんけど、はい、2年目とか3年目の人もいいし、全然そういう、はい、みんなお笑いやから何が面白くてもいいんですけど、ちょっと自分の中であかんなって思う見方はちょっと芸歴長い人にちょっとだけね、はい、なんかいや分かります、あダメです、そういう見方ほんまあかんの、はい、分かってますよ、それでもおもろいので1年目がおもろかったそれでいいんですよ、はいはい、でもなんかねちょっとだけね自分でこう上プラスがあるんですよ、はいはいはい、なんやろ2年目まだまだいけるやん、10年、はいはい、3年ぐらいいけるやんっていう、はい、なんかねでももうあとギリギリの人とかってあと1年2年やんと、はいはい、もう勝たしてあげよう、いやでもそれはあかん、上やからお笑いとはちゃうからあかんっていう、はいはいはい、なんかちょっとだけね、はい、うん、いや今年はラストイヤーって言われる人間って人いなかったっすね、いなかったですね、全部もうバチバチ、でも若かったじゃないですかみんな、はあ、もう2年目とか、はあ、ええー、よ、はあ、みんな若い、だって米田2000とかなんで若い、ね、だってもう敗者復活に令和が出てきた時代で、はいはい、令和言えばこの間ですよ令和3、4年目、はいはいね、令和に変わってもう、はいはい、そのコンビ名に令和がつくって、はい、すっごい、まあ、元昭和の人から比べたらすごい時代はぶわ変わっていってる、リアルなお話でも確かにそうですねなと思いましたよ、だからもうほんまにだいぶジジイババアというかそれはもう時代は変わっていってるから、そりゃそうですよね、だからそこに追いつこうとかはダメですよね、もうなんか昭和は昭和でええやなっていう、はいなんかね、はい、なんかめっちゃ思いましたよね、 A ちゃんでええやなっていう、A ちゃんでええやな、分からへんけど、はい、なんか今のそのことを追っかけたら、はい、キングヌード言うてるんじゃなくて、はい、やっぱ A ちゃんでええやなっていう、ね、なんかそこを追っかけたら分からん、はい、やっぱちゃうでしょ、いや確かでもほんまに思うのは、うん、僕らが好きになるアーティストがいなくなってきてないですか、分かる、もう分かる、同じやねでしょ、優しいね、マカロニ鉛筆めっちゃ優しいない優しいない、むちゃくちゃ優しい、優しいんですよ、優しいわ、はい、どこでもやもん、はい、ね、なんかこう熱狂する優しいこうアイコンとしては弱いんですだから僕らからしたらブルーハウスとかみたいな、分かるわ、こんなに楽しいですよ、ナイフを持って立てたすごいでしょ、はい、ナイフを持って立てたってどんなしやねんむちゃくちゃ怖いでしょ、めちゃくちゃ、でもなんか優しいやもん、なんかもうすぐ猫が弱いな、そう私だからそれはもうしゃあない時代のギャップやけど、よう言うんですけど最近昭和とか令和だから令和だからすごいですよね、もうだから今とその時代ですよね、だから昭和の元気とかそういうパワフルな人あんまりね、だって今は長渕さんみたいな人がいないじゃないですか、いない、まあ、米津玄師やとはいえそうじゃないんじゃない、優しいわ、レモンレモンレモン、いや言い方やレモンやっぱちゃうよね、はい、なんかそこあすごいなと思いますけどね、カリスマ性という意味合いで言うとなんかこうとんがり方がちょっと弱いんかなっていう、まあそれだからその今の若い人はそれがいいのかもしれないでしょ、はいはい、じゃあもう私はもう古いから、はい、勝新太郎さんがこのパンツの中にご飯入れてる古すぎるやんそれ、いやでもむちゃくちゃ元気やからできたんでしょ、そうだパンツにコカイン入れるとむちゃくちゃパワーが仕事で座頭市しはってまたパンツに入れる余韻があるよ、余韻ある確かに、ね、この間なんか菅田将暉さんがねなんかこのなんかインタビューかなんか見てたら、いやもうすごいって昭和のスターはすごいですと、やっぱりなんか元気でパワフルで僕ら真似できませんみたいなことがあったんですよ、やっぱ僕らはやっぱもうなんぼやっぱり休まないと
やっぱ肉体的にも精神的にもやっぱしんどいから、はい、無理です。でも昭和の人ってほんま、はい、マネできへんと。でもそれをまで思いましたもん。だって勝つ死んだらその頭維持してパンツ入れてここそんだけ元気でしょ、はい、いや確かにすごいんですよね。年とまた行くぞ撮影みたいな。でブランデーブランデーって今ブランデー飲んだ人います？いいじゃん、ブランデーブランデーって確かにこんなマンション若手います？いや若手おらんやろけど、おらんかもしれんけど、だからやっぱすごいですよ。あんなきついの飲んでね、ハマチ、ハマキか、ハマキすハマチはハマチあれか、おいしいか、おいしいおいしいか、いやすごいなってちょっと思い出して、仕上がり方がねやっぱ全然ちゃうっすね。昭和の俺はなんか最近よく思います、すごい、はい、だからやっぱりだいぶそれは違って当たり前ですけど、はい、そちゃうでしょう。平成のことも違うし、はいはい、だって今の子も携帯でどっか会いたくても会えるじゃないですか、はい、私はもうほんま駅でここまで行く、ユミちゃん5分遅れるわー言うて黒板でユミ、ほんでまたユミちゃんが読むよんねん、ユミちゃん5分遅れんねや言うてね、あんな時代ですもん、ああああちゃんと使えてた時代。いやそうや、ちゃんと使ってるって、いやないっすかね、もう今駅にもあるんだね。いやでもあんなあってもいないで、ちゃうちゃう、あいやなんかもう気使って気使って、はい、オブラートにシティハンターがね、うん、この度さネットフリックスさんで、ドラマ化されるなるもんね。いやいや、あの駅のあそこのまあ連絡番でしょ、あそこに XYZ が依頼じゃないですか、うん、どうすんねやろと、それは、うん、ないやんって、それ戻るんちゃう。いやいや戻されたら今の時代にはまたちゃうやり方でないとあかんのちゃいますの。なんかほなあれかな、消える電子のなんか電子で消えるみたいな、あれへんよ、わかんやで、なるんかな、何でどうやってやんのかなっていう今ね、今度ねありますもんね、はい、うん、良かったか悪かったかは時代であって、もうだって公衆電話なんて今電話ボックスだけがあるけど中電話ないとこいっぱいあるでしょ。で私久々入ってこないだ、何しちゃうんすか。いやもう、いやもうなんかこれをいっぺん戻ろう思って、昭和にいっぺん戻ったろう思って、ほんでブワーッ、あの何テレホンカード持ってんね、私まだ、ああでテレホンカードバー入れて、帰れはやっぱりちゃうわ、やり主間違えたんかな、ほんで一人でこうやって、はいはいはい、もう50度使い終わったやつやって、もう終わったわ、もう忘れとんな、もうだいぶ昔のやから、もう全部穴いとるけど、その穴いて50度終わりうちして忘れとんな、あれあれ言うてずっとうつうしたよ、固まったな言うて、何でも出てくるから、全部使い終わった、あれでもすごいのは、うん、あの時代のものがまだ使えるんですから、すごいよね、テレホンカードで、うん、いやあの時の磁気カードがまだ使えるわ、ね、だからまあそのど、まあ、どうですか、それ以上のものを作り出す必要がないぐらい、うん、もう最先端でありながらずっとできるわけでしょ、うん、でもあれがあったから今のクオカードとかそういうのも、まあまあ、だってすごいです、あの磁気カードってびっくりしたもんね、テレホンカードすらもびっくりしたもんね、ああ一番もうて嬉しかったもん、あの時代、あの時代ね、うわ嬉しいわ、はい、これって50代やー、はい、いうのがあったやん、はいはい、ありました、ありました、うん、で、105、ね、100、なんで105やろ、ちょっとだけサービスしてる、あらら嬉しかったわ、ね、あれも欲しかったもん、でもあれのメーターがどん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 減っていくスピード速い携帯電話した時にどんだけ食うねやろ、みたいな、うん、100円知らん時ね、入れてお釣り出ろ思ってパッと切ったら全然出んやつね、もう100円、お釣り80円、2時でしか喋っていいやん、いう、はい、なりましたよね。未だにね、やっぱり喫茶とかでキッピングで置いてあるところとかありますね。安心するわ。ね、安心しますね。安心するわ。ロアってね、千日前のところにある喫茶店もまだ置いてあるんですよ。うんうんうん、でもなり方がやっぱもうほんま非常ベルみたいななり方するけど。ジャーンって。でもそれぐらいやっぱり主張したいんじゃん。はい、あのコラも。自分が電話やったらむちゃくちゃしたら思いません、自分が電話に間違えた、自分が電話やったらなんて思ったことないけど、確かにむちゃくちゃしたら思うわ、気づいてほしいから、だってもうほとんど疲れへんやん、はい、だからもうむちゃくちゃやってるか思いますよね、はい、自分がもし電話になってたら、はいはい、そうなると思うわ、いろんなもんがだってね、なくなりかけてるじゃないですか、はいはいはい、ねえ、もうだって今これで分かれへんもんね、いや分かんないですね、確かにみんなこれで、はい、ね、ダイヤル回したよかも分からないじゃないですか、ねえ、ポケベルがでしょ、じゃあポケベルもっと分からへんならなくてあれ歌う人おらんもんね、おらん、歌う人おらんね、あれおらんですよ、それはもう歌詞に LINE だなんて出てくる時代ですから、もう LINE が既読にならないだなんだっていうね、いやもうなんか分かれへんね、いやここからどうなっていくのかって我々ついていかなきませんから、モルテンラブヨシー、あー